リクガメのまさこレイディオ。はい、やな。わさこレイディオ。わさこレイディオ。ああ、はい。帰りの車内です。今、はい。今まさにお別れしてきました。皆さんと。はい。どうやった？ツアー。もうなんか壮大なことしか言われへんねんけど。いいよいいよ。あのまたちょっと今日うち人生で一番幸せやわ。そうね、更新されていくよね、どんどんね。もうなんかこのラジオでさ、いつもこの生の声をこう届けてるけどさ、もうなんかもう逆になんかシンプルなことしかもう言えんくなってて、こんな日はもうさ、なんか嘘くさく感じられるのが嫌やわ。だからもうほんま、いらんこと言わんとくわ。言わへんねや。言ってええねんで、逆に。そうか、言わなあかんもんな。わさラジは言っていいやつは。うちさ、ほんまにみんなどう思ってるか分からんけど、今日の名古屋のライブ、今までのライブで一番楽しかった。そうね。なんかうちの、もう、あの、まず個人的な意見だけで言うと、ほんまに今までのライブで一番楽しかったっていうのってさ、普通毎回そうであるべきやんっていう前提があるやん。なんか、うん、そういうことじゃなくて、もう、なんかもう全部、流れた。もう、人生のすべてが。流しました。流しました。うん。じゃあって。うん。うちも流れました。はいはい。もう今だって名古屋でライブしたそのライブの記憶だけが今、生きてる人生の中で、それが、だけが残ってる気持ち、今。でもほんま11年間でさ、ツアーのラストがさ、うん、北海道やったりさ、うん、それこそあれや、うん、まあラストはカフェフェスあるけど、うん、名古屋、大阪名古屋っていうのも初めてやもんな。初めて。思わへん、なんか。初めて。名古屋でこれを作らして、うん。名古屋が、いわばその透明版でいうファイナルみたいな感じになってさ、うん、最終日っていう感じで、なんか、名古屋で、こういう気持ちになれたっていうのも、それはそれで、なんかすごい新鮮な気持ちやし、逆に言ったら、ほんまにその、どこでどうだとか、どこのライブハウスだからどうだとか、場所、全然逆に言えば関係がないんじゃないんかっていう、それに、なんか久しぶりに来た名古屋で、あの、こんなに盛り上がってくれて嬉しいなっていう、もうオプションぐらいの、もう付随してくる気持ちぐらいの感じ。いやでも本物2日間で犬人間ニョンズとマイベースなんかやばいよな。なんかさ、マジなんかあの子らも公言してるけどさ、ライブの度に超えていくって拓郎ちゃんとかもよく言ってるやん、うんうん、当たり前なんやろうけど、それを見事にやってるのをマジ目の当たりにして、それの2日間の最後うちらがやったのがなんかすごい最高のツアーやったな。マジで、なんかありがとうしかなかった。ツアーやった。なんかもうこの、多分、体感した人、うちらと追ってくれたお客さんにしか分からへんものがあるんやけど、それが、その、何十人かだけでもいてることが、まずほんまに幸せ。そうよね。うん。こういうライブを、みんなにも見てほしいなぁ、もっと。すでにもうちょっと満足しちゃってるんだけど、もう今回のツアーでほんまに幸せや。すごいなんか考える部分があったよね。考えるっていうか感じる部分がすごい多かったよね。うん。久々のツアーやったし、なんかいっぱいいろんな大事なものを取り入れたし、考えもしたけど、逆になんかもうパーンってなんかこう全部捨てた気持ちでもあるみたいな、なんかいらんもんを。うん。うん。大事なもんだけを持って、なんか、自由にステージでただただ好きな音楽をしてることを噛み締めて、だから楽しかったんか。いらんこと何も考えへんかったもん、もう。すごいよ。今すっごい私たち余韻に浸ってるんやけど、目の前でタクシーが半つぶれになってるんですよね。めっちゃ邪魔やねんけど。すごいな。すごいな。みんな無事でよ。
無事なのか分からん。ツアーっぽいな。マジで余韻にもう、うちあと3日ぐらい浸ってたい。もう、ほんまに楽しかった。ほんまなんか、直近でさ、11月7もチョメダンピックで、マイベストも、東京アダムでできるし、カメフェスのファイナルで、ニョンズとマイベス、他にもいっぱいな、今年絡んでくれた人たちでできるのがなんか。なんかカメフェスまでうちらめちゃくちゃライブあんねんけど、うん、もう全部ツアーぐらいの気持ちになりそう、もうなんか。うん、ツアーの余韻すごいわ。なんかそうか、だってカメフェスもツアーファイナルやからずっとツアーやと思っとこ。なんかな、でもマジでなんか遠征組のお客さんいてくれたのと、大阪でさ、なんかやっぱりコロナ禍やからさ、ライブハウス行けへん人もおるやん。その中でなんかただ会いに来てくれたお客さんとかさ思ったり、なんか、ニョンズとマイベスのお客さんをなんか大阪名古屋で会った時とかもなんかいろいろなんかちょっともうなんかもうすごいんですけどね。いや今日はほんまにツアーでしかこれはちょっとなんかなあ、なんか気づけてよかったなって思った2番前やっぱ2バンド見とってもずっとグッと来すぎてんのよね。な、涙出る直前みたいな状態でずっとライブ見ててさ、いやバンドってええわ、バンドって、ね、あんまりうち言うてへんけどやっぱバンドってええわ。なんかそう思えてよかったわ、あの2バンドのおかげやわ。バンドでよかった、ボイラーバンドでよかったわ。バンドしててよかったな、変なことばっかりやってるけど、なんかツアーやっぱりいいな。なんかチアガールとかじゃなくてよかった、うん、ほんまに一歩間違ってたらそうなってるからな。どうやろうな、チアガールなってるからよく言ったじゃん。でもほんまよかった、バンドで。バンドじゃないとこのツアーできてへんかったなあ。今日のな、名古屋終わってさ、打ち上げでも言ったけど、またこのスリーマンやりたいなって思いました。やりたいな。まだ台湾をこのメンツで、もうな、行きたいなとか思いながら。ね、もう行きたいね。アジアシリーズという名があったけど、このスリーマンで台湾行くときは、なんかブロッコリーナムルっていうなんか、ツアー名ができてたの、なんか。できてたな。ブロッコリーナムル、水台湾ラーメンみたいなことになってました。エモいですね、総じてエモい。仲間がまたできたってなんか再認識やな、うん、一緒にツアー回ってこその絆があるもんね。回れる仲間がまずおることが嬉しかったしな。マイベストも話してたけど、マイベストなんかさ、うん、4月からなわけよ。高尾くんも言ってたけど、それまではなんかまあ、うん、都市もわからんかったし、まあ、ギューン、ドエちゃん、メンバーの、まあ、名前ぐらいしかっていう。おはようございますぐらい。そう、うん、4月のツーマンからなんよ。確かに。もう、ぶっ込むもんやなって思った。いきなり初対面ツーマンとかやって、いろんなバンド、いきなりツーマンとか誘ってるけど、うん、ツーマンやって初めてっていう、差し飲みみたいなとこあるやん。やり方間違ってなかったなと思った。あの時マイベストツーマン誘って。うん、なんかそれでこのツアーができてんだったら、ボイラーのこのリーフルームの毎月わさこら言っててよかったなってほんまに思うし、うん、その先にカメフェスがあって、いい一年にもうなりますね、これは間違いなく。この2日間のツアーで、大阪名古屋で一番面白かったことは、なんかもうさ、いっちゃ笑ったやつ。いっちゃ笑ったの。うわ、タニーの顔ややばい、どうしよう。また悪口言ってる。でもさ、今日さ、大阪も多分いろいろあったと思うねんけど、覚えてへん。あったよ、いっぱいあった、なんかいっぱいあった。なんかうちさ、うん、名古屋、日本図から始まったじゃない、うんうん、でもマジなんかもう感極まりすぎて、うん、まあ、ギリギリの状態で見ててんけど、うん、そっからもうマイベス始まって、うわーってもう多分結界やってんけど、うんうんもうね、ニョンズもすごい自由な感じでやってんのを、うん、俺らは引き継ぐだけやみたいなコウジ君が言って始まったやん、うんうん、その瞬間に高尾ちゃんがお前ちゃんと歌えって言ったのがめちゃくちゃ笑ったの。なんか分からんけどなんか分からんけどなんかすごい
いろんな感情のもとでなんかあれめちゃくちゃ面白い。なんかええな、マイメスっぽいの出ててえな。なんかな、うん、他の良さしか出てないやんと思って。最後に最後の締めくくりでコージくんがキャップかぶって出てきたのおもろかったし、キャンプハットな、うん、ああいう打ち上げのノリも久しぶりや。あーなんかちょっとずつ戻ってきてるんやろうなとかも感じたよね。いろいろ感慨深いですよ。いやほんまにね。わあラジオやから喋って。あーごめんごめん、めっちゃ浸ってたわ。なんか俺も喋りたいけどちょっと、そうやんな、ごめんな、ごめん、うちがいきなり発症このなんか直近を取っといた方がいいかなと思って、めっちゃ後悔してる。ごめんごめん、お前な、あこれこれボツボツにして、あのいやもういいよ、いいよ、SE で撮ってもいいから。今なんかいい話やったから。あでももう10分やから、一旦切ってもう一本撮ろうや。もう10分やから。なんかいいリアルな今お別れした瞬間を撮りたいなと思う。ぜひ撮ってください。もう言い出したらキリない、ハイライト多すぎて。なんかほんまにあってよかった。なんかなんかマイベストうちなんかさ、バンドっていいな。おめごめレッグの時にさ感極まってる感極まってるよ。なんかレッグの時にさ終わった後さ、マイベス出てくれると思わへんかったってうちら言ったやん、うん、うちらほんまに思ってた人はツアー全部さ、うん、イエスって言ってくれたらめっちゃ嬉しかったやん、うん、やっぱオイラーがそれ言ったらあかんでみたいなさ、うん、マイベスが言ったやん、うん、読んどいてなみたいな。だからさ、言いながら、でもなんかさ、なんか、なあ、ツアーでなんか、うん、なあ、なんか、なんかなあ、これわかる？わかるよ、わかるよ、わかってんねん、伝わってほしいな。なんか。伝わってほしい。でももう、もうなんかうち、このツアーなんか、うちの中での、今のうちのやりたいこと全部できた気で、俺、ライブしただけなんやけど、ライブの中にも、もうなんか、今のボイラーうち全部詰め込めた気がすんの。それがうちの中での成功なのよ。うん。うん、うちの勝手なあれやけどな。うん。うん、もちろんその、ああ、ちょっとこれ長なるな。長なると思って今パーキング寄ったんやけど。なあ、静かなる、静かなるわ、これで。ちょっとゆっくり喋るや。何やろ、もう別にこのラジオ長くなっても。ショーンの編集が大変なだけ。でもなんか、なんかまたなんか変わった姿とか頑張った姿をこの2バンドに見せたいと思って、うん、いやほんまに今のボイラーだわこれ。まあそうだから、その昨日会っての今日っていうところもあって、うんうん、よりそれに近づいた感じがするよね、うん、昨日より今日。昨日より今日、そう、それがさ、なんか成功の秘訣なんかも知らへんねんけど、うち昨日大阪終わった時点でもう出し切ったのね、うん、なんか出し切ったというかもう毎回当たり前なんやけど、うん、なんかそのいやもうあー終わった、もう終わったで、明日のことなんか一切頭になかった状態やん、うんね、うん、方針状態で、うん、だからなんか今日のライブどうなるかなんかマジで分からへんかったんやけど、なんかうちの中ではもう昨日超えてたから、うん、名古屋で昨日より今日っていうのがすごい自然にできたっていうことが、うん、意識せずともね、うん、そうなるだろうなっていう自信はあった、どこかに。確かにね、うん、こういう方がいけるとは思って、うん、ほんまにだから楽しかったよね、うん、なんか変なもん背負ってなかったもん。そうね、うん、ライブ前の感じがいつもと違ったよね。いつものツアーでさ、うん、変に背負っちゃうところがあるやん。あ、そうね、そうそうそう、まあ、どうしてもさ、うん、その感じがなかったから、ライブ前に、うん、なんか良かったなって。確かになんかいつも通りでいいんやって改めて思うと、うん、答えがあるのよ、そこにいつも落ち着けるというか、いつもがいいんだからいつもでいいんだって、うん、そうね、じゃあ本当にいつもでいいんやって落とし込めば、うん、なんかいらんもんが何もなくなるんだよね、うんうん、でだから緊張も、うん、マジでせんかったし、うん、そういうとこだな、うん、っていうのはそれが本当にいい方向に向いた今日でしたね、うん、そう思います。本当にもう生きてる感じがした。久しぶりにライブであんなに、うん、いつぶりやろって思ったあの感覚、うんうんうん、もうライブで生きてるんだ私っていう。なんかボイラー
って、その、難しいんやけど、うん、ライブやとは思ってるけど、うん、ショーやと思ってる部分もあるのよ、うんうんうん。それ半々にしてるわけでもなく、うちの中では混在してて、それをうまいこと多分自分の中で処理して、うん、ここはショーみたいに見せたいけど、うん、っていう、でもやっぱどうしても気持ち溢れるところがあるから、うん、ライブは生だみたいな気持ちも両立してて、うん、なんかそのコントロールがもうめちゃくちゃ見事に自然にできた時ってこういうライブなんだろうなって思った。なるほどね、うん、こうしたいなっていうこの気持ちは絶対伝えたい、うん、だから多分こうなるんだろうなっていうのとかを自分で想定内やったのね、うん、やけど想定内の、うん、の道マイベスが来ました。マイベスやわさこ今わさこレイディオです。マジかよもうめちゃくちゃ熱い話してる時にパーキングエリアでマイベスがもう嬉しいな。やばいなこれ絶対止まらへんやろうなと思ったもんね近くやから。そうだってこんなとこ止まらんよ。すぐ止まるよ。すぐ止まる。いやちょっとなんこういうのもなんかこういうのもええな。もうマイベスおるわ。いいですね。なんか自分一人で。いや今ちょうどそのラジオ。わさらがちょっと撮ってて。ほんまにええ話しとったわ今。いやマジでいい日やな。なんか全部が。すげえな。嬉しい。絶対ちょっと期待してた。あのここであったらめちゃくちゃ嬉しいなと思ったけど絶対近すぎて止まらんやろ。そんなとこ寄らん。毎度と合うんちゃうこれ。いやそれはそれで嫌やな。ね、ほんだもう次このツアーファイナル11月27日、うん、え、ショーも全然喋ってないけど大丈夫、うん、喋った大丈夫、ほんま、うん、でね、頑張ろう、はい、マイベストテープ日本で初めそうで13回たくさん出ます。楽しみに皆さんお待ちしてます。お待ちしております。よろしくお願いしま す, お願いします。ボイラーオンもね、うん、新しい境地を。そうね、まあ次のライブまた変わるやろなって思うよ、はい、このテンションがカーフェスで行くんじゃないですか。そうですね、どう変わっていくのか、はい、これこれ続けていきたいですから、うん、そうね、5本6本あるけど、うん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 、全部超えたらどうなるのかとやりましょう、うんうん、頑張っていきましょう。はい、ここで皆さんよろしくお願いします、はい、お願いします。向こう側へ、ほな皆さん、まさこらさ、まさこらさ、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